はい、さすがです。来ました、まあ、ミリオンボット神々の凱旋で確定役を引くぞー。よっしゃー、レア発射ショット、はい、おおすごい。これでクオカードのプレゼントが10名様となりました。わーい、わい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 、いやー、トミーさん、やっぱ今日は違いますね今日は一味違いますね。ちょっと汗がね、ちょっともう手汗が激アツなんでしょうね。赤七かホットか、おっしゃっていいですか。お願いします。いきます。赤七、ちょっと待って、またレアシンですよこれレアシンです、レアシン2回も引く、マジっすかいやいや熱っ、この時間で2回のレアシンはめちゃめちゃすごいっす。やべえ、っていうかすいません、何やってるんですかどっちを持ってくるんですか。いやすごいけど、すごいけど今いらんやつや、いらんね、うん、すごいですけどね。65,536簡単にレア神2回も引き上がりましたよ。いやー、やっちゃいましたよ。あー、さあ、まあ、乗るでしょうけど、あーすごい、ある意味すごいわ。ある意味すごい、プレゼント20名ぐらい増やしていいぐらいの引きですよまあ上乗せですね。はい、なんか何かを持ってますよね今日ね。何か持ってますね、冷静に考えたらゴッド8回分の価値があるんですよレアシン。それを2回引いてるんでゴッド16回分くらいの価値があるんですよ。何やってるんすか。いやもう本当にちょっとゴッドでお願いします、はい、次は。はい、やれそうな気がします。1時間経過です。いいペースじゃないですか。いいペースですね。1時間に1回、1時間に5名ずつ増えていくっていう。いいですね。バレアシン2回引くのもすごいですけど、はい2回引いてるのに対して出せてないっていうところもね、また憎いところですね。また憎いところですね、そんな重たいフラグなのに、まあ、レアシンってだから引けない割にはあんまり、ね、激しくもないんですよね。あと40分ぐらいですか。ちょっと焦ってください。ちょっと焦ってください。あと500ゲームぐらいしか回せないです。何ですか今の。何ですかそれ。こうはい、上からと下からと、そうちょうど真ん中のところで68ゲーム。設定6やばいでしょ。やばい、もはや当選経験わからない。すごいな。結構こうなることが多いんですよね今までも。だから前回本当に6だったのかって思ってたんですけど、いや本当6はノーマルタイプみたいにポンポン当たります。おい、お
と最初の勢いがなくなってきたんじゃないですかね。トミーさん、あれでしょう、やるぞって言った時の瞬発力と行動力はすごいけど、はい、持久力ないでしょう。よう知ってますね。ちょっと時間が経つとなんかこう落ち着いてくるタイプじゃないですか。短距離ランナーなんですよね。そうですよ、多分。だからスタートダッシュがものすごい大事なタイプじゃないかな。なんとかその集中力と気合を込めてレバー叩いてください。まあ、今流行りの全集中でなんとか乗り切りますから。全集中、はい、神の呼吸、はい、一の方。そうですね。何を引くつもりですか。それでレアシーです。レアシーもういらんわ。もういいわレアシーは、はい、今日に限ってはレアシーン誰も嬉しくないですからね。誰も嬉しくない。さすがに俺は引いたぞっても言えないし。言えないね。あとはその大した恩恵にもあやかれてないっていうのは現実であります。引いてる割に出せてないっていう、はい、でもその2年間風邪引いてないっていうのはすごいですね。なんか気をつけてることとかあるんですか。いやー、私だから、4年前までは大阪の方の担当でして、はい、まあ、自宅が神戸なんで、やっぱりその時は単身赴任してたんですよね。はい、その時はやっぱりよう風邪ひいてました。あ、寝床が悪かったってことですか。あ、まあ、食べるもんも食生活も全然違いましたし、やっぱ今自宅帰って妻がやっぱ管理してくれてるんで、はい、もうそれがやっぱでかいですね。あ、やっぱ食生活って健康面に出ますよね。やっぱ大きいと思います。はい、ほんで当時は、はい、今私65キロぐらいですか。はい、あの時74キロぐらいあったんですかね。あ、じゃあだいぶこう不摂生な食生活されてたんですね。さらにもう不摂生だったと思います。そうなると風邪も引きやすかったりとか。ですですです。大事ですよね。新座さんはすごいなーというセルフマネジメントっていうんですかね。いや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 、もう素晴らしいと思います。まあ、正直風邪引いてる場合じゃないっていうのがずっと続いてる感じですかね。うんうんうん、いや、まあまあもちろんね、はい、だから気は張ってるんですよね常に。なんでしょうね。あとやっぱずっとサッカーやってたっていうのもあるんですよね。20代半ばまでサッカーなんですか。ずっとサッカーやってました。私もサッカーです。社会人になってもやってましたもん。社会人リーグで、だからもうめちゃめちゃ走ってたんです、ずっと。ポジションどこですか。フォワードです。点取り屋なんですね。そうですね、もう足も速かったし、まあ、とにかくゴールを量産してたわけですか。量産はしてないですけど、こうあれゴールを決めたい一心でなるほど飛び込んでましたよね、はい、ゴール前にずっと走ってましたね。50m ちなみに何秒だと思う。 50m は、5秒台です。 100m11 秒です。 100m11 秒です。だからサッカー部だったんですけど、まあ、中学校の時はその中体連に陸上として出て、とかっていう。すごいな、足が速かった。もうそれはもう夜もハットトリック決めまくりですね。じゃあもう、失礼しました。下ネタ今の、え、下ネタですか今の。そこはちょっと疎くてすいません。あ、いい、大丈夫、すいません。僕あんまりそういうの分かんない。まあ時間も時間だったんでちょっとその分大丈夫かなと思って。あ、はい、あ、はい、配信はお昼なんですあ、そうですね、はい、配信関係ないですからね、はい、はい、いや、そんなことはいいんですよ、トミーさん。いやいやいや、もうちょっと時間がね、もう、そもそもいい加減に、うん、まあでもやっぱり高校卒業してもサッカーだけはやめれず、うん、社会人でも県リーグでこうしばらくやってっていう感じだったので、まあ、まあ、いっときはまあプロさえ目指したという。あ、もちろんです、もちろんです。もう行けることなら J リーグっていう。だから同級生とかは実際にこうプロに行った選手も結構回りましたし。あ、当たりましたね。いや、裏点ですね、多分ね。裏点審査ですね。6は裏点行くんすよね。なるほど、急げ。いらないですよ、そういう裏点獄とかそうですね、はい、裏天国。あ、裏天。裏天国とかレアシンとかいらないですから。よう出ますね。よう出るな。なかなかそんなの確信に迫るわ。味わえないですけどね。はい、しまったな。裏天確認できたら1人追加とかね。レアシンも OK とかって最初に言ってたんですけど。あ、そうですね。
公言しなかったんでね、言わなかったんでさすがに。本来ね、裏天国っていうのはもう当選まで落ちないし、それまで内部的にストック抽選してるので、当たってからどれくらいストックしてるかなって楽しみなんですけど、もう今日のトミーさんだったらそこも多分1セットか2セットか終わるんですよね。そんな気ですね、トミーさん、はい、残り20分切ってます、はい、やりますやります。分かってますか、今日何をしないといけないのか。確定薬を引く。そうです、ガテンだガテンだ気持ちだけはそうそうそう、もうなんかもう引いた、冷やさないように引いたぐらいの気持ちなんですよね、はい、まあでも安心してください、一応10名様にはもうご用意できてますので。シーズンで何枚出てるんですか大体。僕2000枚弱、あ、1500枚ぐらいですかね。全然ハマってないですね。そうですよね、まあ6なんでそんな300回で以外に全部当たってますよね今多分。まあ、1回だけ100超えましたけど、まあ、6なんでね、300とか400とか回すはずがないと思うんですよね、うん、まあ、6って400とか回ってたら前がやっぱ異常でしたね。そうですね、まさか6で400とか超えないです。平気でハマってましたからね。あれなんか前と似たような感じになってません？まあ裏点なんで。そっか、裏点なのにまだ当たってないのか。そう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 、いや羨ましいぐらいの展開ですよ。レア芯引いて裏転行って、ただ伸びてないっていうね。伸びてないですけど、はい、お、やっとやっとそれっぽくなってきましたね。はい、裏天国だいぶハマったな。まあ最初に裏転したが出てから結構かかりましたね。はい、その分あるんじゃないですか。最後が。あ、そういえば大統領選どうだったんですかね。まあ結局選挙人の数ではバイデン氏が。まあそこもトランプさんの狙い通りかなと思います。何ですかこの番組は。ゴッドの番組でなんで今アメリカ大統領選挙の話が出てきたんですか。まあ、非常に興味あるんですけど、ごまかしてますなんか。なんか大事なものごまかしてませんか。まあでもこの11月は大統領選もあり、その前に大阪都構想のね、あですね、住民投票もありと、まあいろいろやっぱりニュースに目を向ける時期ではありましたよね。でまたコロナの感染者も増えてきてますし、そうですね、なんかもう最近テレビつけるとずっと僕 NHK 見てますね。スポーツもね、もう巨人とソフトバンクのリーグ優勝が決まりましたけど、やっぱり10月11月ってそういう催し事から目が離せないですよね。10月31日今年のハロウィンどうなるんだっていうのもちょっと気になってたし、何なんでしょうね、やっぱ好きなんでしょうね、そういう社会の動きっていうのが。10分切りました。あ、やばい、ラスト10ミニッツ10ミニッツ大丈夫です、100ゲーム回せますんで。あとじゃあトミーさん、それ多分2セット目あると思うんで、はい、トミーさんの2セット目が終わるまでにしましょうか。そうですね、とか言って単発だったら受けますけど、さすがに単発はないですよね。裏線からの当たりでしたからね、そこはね。まあ、非天敗なんで。はい、さすがです、来ました、まあ、いやでも僕これあの個人的には初めて見ました、これ。あ、本当ですか、はい、4ゲーム続けば V ですけど、3ゲーム以内で当たるとただの当たりですね。まあ3ゲーム以内でも V ありますけど、 V じゃない、V10、V10、3からみたいなのもありますからね。初めて見たわこれ、金が。はい、まあ、V0 のチャンスですよね。
3ゲーム目そこが V 点ならもう V ほぼ V です、間違いなく。ああもう V ですね、はい。うわーすげえ気持ちええわ、さすが裏点。いやーすごい羨ましいんですけど、トミさん、はい、せっかく V を揃えたんですけど、はい、残り10分切りました。というわけで消化できてあと1セット、そうですね、 V 揃えて喜んでる場合じゃないですよ。いやいやそうそうそう、もうあと100ゲームぐらいしか回せませんので、はい、このままだとプレゼントは10名様、そしてトミーさんは今回も活躍なしということになります。まあそもそも2時間で確定役引くっていうのが結構ハードルは高いんですけど、だからこそ、だからこそやらないかん、そうそうやらないかん、引くことに価値があるんですよ。これで、はい、終了ですか、残り時間の方は終わってますだそうです。タイムアップということで、はい、というわけで制限時間が来てしまいました。はい、まあ、一応こちらの方で G ストップ中の 7S もありということでしたので、 S ぞろいから1つ、まあ、確定役扱いさせていただきましたので、今回クオカードのプレゼントは合計10名様にプレゼントということで終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、実践終了です。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。いやー、まあ2時間でね確定役を引くっていうのは相当難しいことだと分かっていながら今回チャレンジしましたけれども、トミさんすごかったですね。いやニアミスというんですかね。でもまあこういう経験もなかなかできるもんじゃないですから、いやいやすごいと思いますよ、はい、たった2時間でレア芯2回裏点からの当たり、あと何がありましたっけ、激アツ、まあ、激アツ演出も出たし、はい、あ銀河ステージにも行きましたし、もう本当こうね、なかなか凱旋打ってても見れないようなものを2時間でいろいろ詰め込んで、しかも65,536/2回ですよ、はい、コット16回分と言ってもいいぐらいのものを引いてるんですよ。ただ、はい、確定役ゼロっていう結果でしたね、はい、いやーなんかこう神のいたずらというかなかなかね、最後の最後まで翻弄されたなっていう感じですよね。いやでもある意味面白いものを見せていただきました、はいはい。で私 C さんの方が、まあ、一応 G ストップ中の S 揃いがありましたので、まあ、これは確定役の代わりになるということで、今回クオカードは合計10名の方にプレゼントさせていただきたいと思います、はい。まあ、前回のリベンジといって今回やってきましたけれども、まあ、なんとか当選者数を増やすこともできましたし、まあ、リベンジは達成ということでいいのかな、まあもうリベンジする機会もないですけれども、ね、まあ、一応凱旋実践はこれで締めくくりということで、はい、最後にでもいいもの見れましたね。そうですね、まあ、本当にほんまはこうね、あの使ってる時に、まあ、ますますこう打ちたくなったんじゃないですか。いや名残惜しすぎますね、まさに。まだまだあと数日、はい、ありますんで、時間があれば来たいなと思います。そうですね、はい、まあ、でもトミーさんの場合ほら撤去されても撤去した台を回すことはできる寂しいですけど打てなくはないっていう ね、まあまあまあできないことはないですね。まあでもいよいよもうこれが配信されてる頃にはおそらく凱旋が設置してあるお店は、まあ、ほとんどねなくなってるんじゃないかと思います。ただそれに代わる機会がねまたどんどんこの11月12月導入されるでしょうし、また来年にかけてはいろんなこう取り組みをいろんなお店がしていくと思いますので、今日紹介しましたこちら貴公なキセラ川西店さんにもぜひ注目してみてください。さあそして次回以降はまたどちらのお店で収録するかというのは決まってないですけれども、そうです、ね、まあ、おそらくこの貴公なキセラ川西店さんに来る機会はまたあると思いますので、はいはい、その時にまたお店の紹介もできたらなと思います、その頃には私の新しいエリア担当エリアも正式にご紹介できることかと思いますので、これはちょっと気になりますよね、はい、なぜなら富さんエリアは楽しいお店になるからです。そこはいろいろやってくださるんでね、富さんのエリアは本当にこうSNS とか、まあ、店内のこう告知物とかで本当にこうお客様を楽しませていただけるので、そこもね注目していただきたいですよね。そうですね、はい、ってことは、はい、次回以降の配信もですよね、楽しみにということで、いろいろと発表できることもあるかと思います。はい、はいはい、というわけで、まあ、いよいよ凱旋がなくなるという前に今回は確
特定役チャレンジやってきましたけれども、いかがでしたでしょうか。また次回は何を打つか分かりませんけれども、はい、次回の配信もどうぞよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。